はい、こんにちは、チャンネルゆみです。星です。でも見えねえな。ふーたんお座り。伏せ。君は映りすぎだよこれから埼玉県の秩父市にある三峯神社に行ってきたいと思います。ここは埼玉県秩父市三峯の標高約1100メートルの場所に位置している秩父神社、宝登山神社とともに秩父三社にも数えられている由緒ある神社ということです。私の弟夫婦が行ってきてたところですね。狼のということで、日本を作った神様としても知られる伊佐なぎの御事とイザナミの御事の夫婦の神様の日中が祀られています。だってここ大事なんでしょ、イザナギの御事でしょ。イザナギの御事とイザナミの御事で、また狼が信仰の対象となっているっていうことなんだよね。狼はいっぱいいるみたいです。なんか混んでる時はこんな感じで車が並んだりもするみたいなんだけど、ちょっともう紅葉の時期もね、そろそろ終わったからそんな混んでないかなと思うのか。すごい寒いでしょ。ね、標高1100m 結構高い、ね、なのでそこに明日行くために、今日は秩父の道の駅大滝温泉って道の駅に温泉施設が利用されてるで、今日は宿泊して明日の朝声張らないと聞こえないよ。思ってます。道の駅のお風呂が改装中で開いてなかったんだよね。なのでもう30分ぐらい戻って、西武秩父駅前温泉の祭りの湯に行ってきます。駅に着いたので、はい、乾杯。お風呂の帰りに買ってきたお酒、柚子のお酒。はい、お疲れ様。いただきます。ただのお酒でしょ。日本酒とかってこれで飲むんじゃないの？日本酒じゃないですよ。え？違うの？リキュール。ただのレモンサワーとかそういう感じのやつでしょ。そうなんだ。だリキュールだ。いただきます。なんか車が全然止まってないね。秩父の山奥なんで、さすがに。ここからまた三峯神社はね、1時間ぐらいかかるんですけど、明日ここから1時間ぐらいかけて三峯神社の方に。そうと、もう山梨の県境みたいで、山越えりゃ山梨みたいなんで。ということで、いただきます。おやすみなさい。はい、おはようございます。今日は12月の12日、今の時刻が7時40分ぐらいかな。ここはね、道の駅埼玉県秩父市の大滝温泉ってところなんですけどね、すごく寒いです。今散歩中ですが、すごく綺麗な川が流れてます。これからね、三峯神社の方にね、向かって行きたいと思いますが、その前にふたくんの散歩です。綺麗な川ですね。夏だったら泳ぎたいぐらいちょっとね、もやがかかってます。そこ、ふーちゃん降りれない。こっち。ちょっとまだここら辺は日が当たってないんですが、今日もすごくいい天気です。すごく綺麗なとこ。あそこで行き止まりだ。はい、ふーた。これが現地ってんでしょ。でこれで大和たけるの見かけ、日本ってヤマトって言うんだよかな。日本はヤマト。で、ここからここの大
結びの日、結びの日なんか1ヶ月、いや、いい人とのご縁があるように、そういうご縁か、うん、いい人とのご縁、わ、素晴らしいね、楽しみ、ね、じゃあ行ってみようか、駐車場がこんな感じで朝9時でもうこん こんな感じ、ね、いっぱい、結構いっぱい、駐車料金は、520円でした。山が綺麗。では上に、はい、今から登ってきます、行ってきます。あった、そんな寒くないね、日が当たってると暖かい、うん、日陰は寒いけど、うん、あの雲、雨降らしてるみたいな面白い雲、うわー、やべえ、しかもあったかそうな汁物、三六亭だって、何屋さんなんだろう、ここから550メートル先、そば屋、ここで昼食って帰るかうわ、美味しそう、コーヒーとかもあるよ、団子もあるし、けんちん汁もある、うわ、団子だ、うわ、そう、芋でんが、うわ、美味しそう、お、ヤマメ、芋田楽、ヤマメ、みーこに食わしてない、味噌でんもあるよ、けんちん汁、けんちん汁だ、美味しそうだな、うん、コーヒーもある、そば粉売ります、そばかきで作る、そばかきね、あそこにもお店がある、なんか売ってるよ、またあそこにも、まあね、こんないるんだからね、うん、この時間から開けとかなきゃ、ペットは入れないね、おふーちゃん置いてきてよかった、あーすごいねえ、狼なんだ、こんにちは、では入りましょう、なんかすごいいろいろ立ってる、やっぱこういうところは朝1に来るもんだね、まあ、1ではないけど、あ、1ではないけどさ、朝午前中ってことね、うん、空気が澄んでるし、ここはずっと空気吸ってんじゃない？こっちだね、まずね。すごいね。ねえ。すごい。
すごいパワーを感じる木。すごい。おお。もう太陽映しちゃう。今ね、ここずっとまっすぐ行って本宮の方を参拝してきて、うん、はい、でこれから大和たける像を見に行きます。見に行ってきます、うんうん、結構人がすごい ね、うん、ということで行ってきます。行ってきます。息が大和たけるの御事。はい、これが大和たけるの御事像ですね。日本古代史上の伝説的英雄であるっていうね、武将だったみたいだけど、このね、大和武っていうのがね、日本武尊って書いて大和武尊と、やっぱ日本っていうのは大和なんですね、はい、こういうところでちょっと分かりますね。同じポーズ撮ろうよ。はい、同じポーズ撮りましょう。はい、みたい、インディアンみたいだねこんな感じでね、手をかざしてるんで、ちょっと話いいですよ。はい、僕らもこうね、こういう感じで太陽に向かってるんですね、これね、うん、眩しい。はい、え、奥宮、奥宮何、この上からかな、ね、そうなの、こっから参拝するみたいな。あ、そうなんだ、うん、わわわわ、すごい眺めがいい。すごい良さげ。無農薬のみかんなんだ、うん、無農薬人参と、グリーンカレーとか売ってるよ、うん、卵かけご飯、そばモードなの、そうなの、うん、素敵な、おしゃれで素敵。モリンガのお茶ね。プラチナ卵かけご飯、卵の色が全然違う。美味しい。美味しい。温まる。これからね、ダムの上を通っていきます。車1台分の幅しかない。本当にダムの上だ。
然車いなかったから本当にこれで合ってんのかなって不安になってた。で、ダメ終わり。反対側撮るとダメ、うん、ということでお昼ご飯は美味しい卵かけご飯を食べて、それから東京の自宅に戻ります。